分が面白いと思うことがまず出発点でないと、自分はつまんないけどあの人ら人々が喜ぶからなっていうことではできたら、そうですね、そう、例えばね、レストランとかでいつもそのデザインの話をするときに言うんですけど、まず僕は自分がいいと思ってないものは絶対プレゼンしないんですよ。それは料理屋さんで言ったら美味しいとも思ってもないのに、まずいと思ってるのに料理を出して人に食べさせてお金を取るっていうのは、それはすごい失礼じゃないですか。失礼っていうか最悪ですよね。だからやっぱり自分が面白いと思ってないものは絶対人も面白いと思わないと思うんですよね、うん、まあ、まさに天野さん広告企業ずっとやられてて、かなり広告企業っていう雑誌は天野さんの本当に独自な視点で日本に本当にない雑誌を作られたと思うんですよね。すごく天野さんの独自の視点で、だからなんていうかな、他にないですもんね、広告企業みたいな本は。やっぱりそれがこう日本のずっと広告を育ててきたんですよね、アマゾンの視点。あれも終始ね、自分が面白いと思うことしか特集、うん、そうですね、特集をやるなんて、自分が面白いと思うことをやってるんですよね、うん、でそれを世の中の人が面白いと思わないで、となるとその特集は売れないわけですよ、ね、で、まあ、そういうね、時々失敗もあるけど、3回続けてね、失敗したらね、自分は面白いと思うことは世の中が面白いと思うことと全然ずれてるんだから、この商売やめようと思うしかないですね。それに合わせて自分は面白くないけど、こういうんだと売れるかもしれないなんていうのでやりだすと、どうも変な方向へ行ってしまう。だからやっぱりさっきのボランティアもね、やっぱり自分が面白いと思う、ゾクゾクするくらい面白いからやるんだっていうところを出発点にしないと、自分はどうも嫌なんだけど人類愛のためになんて言ってるとね、なん人類愛なんて目も見えもしないもののためになんか空回りしてしまう。で、そういう点では自分が面白いと思うことはとても大事で、これ週刊ボランティアっていう NHK に前番組がありまして、僕そこのコメンテーターをしばらくやってたんですけどね、その中で知ったんだけど、ある大企業の課長さんをずっと長くやってた人が定年退職してからね、ぼーっと毎日こうそういうことがなくてね、まあ、今そういう人多くなってますよね。でね、何よ、奥さんもね、あんたそんなぼーっとしてないで、なんか楽しいことしたらって言われて、ふっと思い出したのは、自分は大学へ入る前ね、デジナー師になりたいと思ってた。で、僕はデジナーの世界に行きたいって言ったら、両親にぶん殴られるほど怒られたと。そんなことして飯が出ると思ってるから、ちゃんと一流大学行って一流企業に入って出世しなさいと。いうので、ベルトコンベヤーに乗せられて、結局大学出て一流企業の課長で過ごしたと。だからやっぱり俺は天下やるべきだったんじゃないかと思い出して、それからもう一回猛訓練をしたら、手が器用な人だから思い出してね、コツを。で、それを奥さんと二人で一座を組んでですね、老人ホームを今まで回ったら本当に喜ばれた。ボランティアですよね、また。で、そしたらその奥さんが、あなたがこんなに嬉しそうな顔を日々して見せてるのは初めてだと、結婚して何十年にもなるけどって言われたと。だから一番楽しんでるのはあなたねって言われたって言うんだけど、それこそ本当のボランティア。そうですよね、だからそのね、番組を見た人が、これ本当にあって後日なんですけど、ある男が俺もやろうと思ったんだね、そういうことを。でところが俺は手にはできないなと、何がいいかなと思ったら、そうだ俺はカラオケだとかって、カラオケセットを持って奥さんと組んで、一座組んで老人ホームがあったんですけど、ものすごく下手なのそれでその人が来るっていう場合の場になると、もうそこの老人ホームのお母さんは下痢しちゃったりしてもうほんと迷惑それで、その一帯の老人ホームは全部ね、カラオケを断りっていうビラを貼ったんですよ、ね、やっぱりそういう迷惑を人に与えちゃいけませんよねってね、キャスターが言ったんで、僕はへそ曲がりだからね、それは違うんじゃないかと。やっぱりね、そういう下手な人の歌もね、しっかり聴いてね、もっとちゃんと歌えとか手足飛ばしながら聴いてやるのもボランティアだろうあんまりね、そのだからどこまでが親切でどこまではおせっかいになっちゃうかなんて境界線はね、あんまり考えないでね、いいんじゃないですか。多少迷惑になってもいい、自分が好きだと思うことを
貫くことの方がね、僕はそのカラオケした人いいなと、かわいそうだなと思って。そうですね。まあでも本当ね、その今みんな今まだ本当若いわけだから、うんうん、その失敗なんてねないと思うんだよね。そう、うん、はい、その僕はそのすごい仲いいミュージシャンがいて、ハイスタンダードというパンクバンドのね、友達がいるんですけど、その僕そのミュージシャンが言った言葉が大好きなことがあって、ハイスタンダードって最初インディーズから始まってメジャーのレーベルから声がかかったんですよ。でそこでしばらく CD を出して、そこの時に僕はデザインをやったりしたんですけど、すごい売れてる絶頂の時にまたインディーズに戻ったんですよ。だから大手レコード会社を蹴飛ばしてインディーズに戻ったんですよ。でその時にケンちゃんっていうギターを弾いてる子に、ねえねえ不安じゃないのって言って、せっかくさそういうね、大手がついてすごいうまくいってるのに失敗とか考えないのっていうふうに聞いたら、いや失敗はないんですよっていうふうに言ってて、自分でいいと思った瞬間にこうやろうって決めた瞬間にもうその時点で成功で、だからそうやって考えるとその結果はもうどうでもいいというか、だから失敗っていうのはないんだっていうふうに言った時にね、かっこいいなミュージシャンはって思ったんですけど、だからもう本当みんなとかもね、まだ全然もうどうとでもなるというか、うん、だから失敗なんかない、その失敗っていうのは自分、さっきね天野さんが親に言われた大学に行くなっていうようなことで自分がいいと思ってないところに行ったのは失敗かもしれないですね、うん、納得しないで行ったっていう か、うん、だからそれだけ自分で行きたいなと思った方向に、それがあればいいと思うんですよね、うん、本当、まあ、これからどこの大学に行こうかともし考えているんだったら本当に自分の心の声に従って決めたらいいですよね。そうですね、うん、それはなんかね、今日の話を聞いて浜辺へ行こうかなとも思わないですそういう選択もあるんですが、まあ今日はあんまり悪いんだったかどうか分かりませんそういう自分の思ったことを思ったままやってきた、はい、そういう意味での、その多少の先輩としていろんなことを言わせてもらいました、はい、こんなところで。そうですね、はいはい、じゃあ皆さん頑張ってください。